海行ってきてクラゲに刺されてめっちゃ痛い。どうもレオジュンです。カップ40のロングバレルファストマグ、使います。なんか前やった気がするこの縛り。僕の縛りもですね、縛りシリーズもね、もう50パート50を超えるぐらいね、結構続いちゃってるんですよ。なんでね、覚えてないです、縛りを。縛り覚えてないっす。自分が何をやったのか、どれやったかっていうのも覚えてなくて、かぶっちゃうんですよね。なんで、やっぱそこ、いるやん。ガンミやん。無理やん。無理やん。いるやん。やったやん。やるやん。いやもう大変っすよ、ほんと。もうマジで。どっちから来ると思う？こっち。無理やん。おい、くそ、この縛りきつくねえか。俺、以前ようやったな。こんなロングが長いステージで、まさかの俺、これ、サンドガン縛りやべんね。あ、無理。絶対無理。絶対スナイパーおるやん。絶対スナイパーおるやん、それ。ちょっとどうにかしよう。どうにかしよう。ちょ、裏やろ？こう、敵が枯れるかどうかわからんけど、こう裏から攻める姿勢？いや、もうちょっと待って、これどうしよう。どう攻めよう、これちょっと。スモークかな？スモークによる待って。ごめんなさい、ごめんなさい。よし。スモークによるこの高等テクニック。で、敵が出てくるとこを少し待って、少し、いや、もういるやん。少し待てねえし。いるやん、そこ。オッケー。ジャンプジャッドラッ、よし。半無理やり。これ、またいるやん。またいるやん、これ。ほらな。弾ないやん。ファストマグ拾うやん。そっちから湧くやん。オッケー。ああ、くそ。UAV オンライン。なんとか UAV まで出せたね。やればできるよね、やっぱ。やればできるんです、私。やらないとできないんだけどね。こう来るな。あ、うまいな。相手スナイパーうまくね。参るな。参るな。ここ。そこにスモークを出すことで上からの射撃をされなくなる。そう、そのまま食い込んでいき、いや無理だな。反射ラッキー。いやー、ジャンプ打ちハンドガンで快適やがった。やるなー。状況判断がうまいよね。さあ参るね。これは相変わらず参るですよ。これはさあ、相手は顔出してこない。相手裏から来るの分かってんな、多分。伏せてない。裏から来るな、じゃあ。じゃあ裏から来る。そこしか考えられん。映らないように。そう、映らないように。そう、マップに映らないように。よし、OK。オッケー。こういう立ち回り、ハンドガン縛りにおいて、こういう縛り大事。こういう立ち回り大事だからな、ほんと。マジ大事だと思う。上いるんな。角待ちやな。角いるな。スナイパーじゃん！よし。多分スナイパー使いじゃないと思うけど。ちょ、一回体力回復しよう。一回体力回復して、もう一回行こう。左から来い。ロンから来んなよ。裏から行くー。やった。よし。フラグ。ファストマグ拾った。MP7 だ。イエーイ。よし。UAV もらい。来んなよ。あ、来るなこれ。絶対来るなこれ。まず、おい。うわぁ。くそー。サプレッサーなんかつけてんじゃねえよ。俺、サプレッサーつけないんだって。これはあえて突っ込みます。ここは、
ここはあえて、いやー無理だなー、いやー無理だなー、ちょっと待ってくれ、ちょっと待とう、ちょっと待とう、一旦待とう、そこスナイパーいるもんね。突っ込んでこいよ、突っ込んでこい、いやーきついな、怖いなこれ。いるな、ほらほら、怖い怖い、これここの微妙な角度、よし、オッケーオッケー、まずワンキュー、まずワンキュー、微妙な角度、よしよしよし、微妙な角度いいよ、ギャーしね、よし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 、いいよ、微妙な角度維持してる。5-7 5-7、リロードしよう、一旦リロードしよう、この微妙な角度、微妙な角度、ユキ来ない来ない、これは来ない、うわー、よしということで、75対69で、勝利することができました。カプ強いと思うよ。うん。クソ適当みたいな内容やけど、動画コメントかツイッターに来てくれたらね、縛りリクエスト受け付けてます。ご視聴お疲れ様でした。